どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら、今日の朝ね iOS14.6 最新版のね OS がアップデートされたので、今回はこちらのアップデート内容っていうのを解説していきたいと思います。まずポッドキャスト、チャンネルまたは個別の番組のサブスクリプションに対応。まあ、このポッドキャストに関してはね、使ってる方ほとんどいないと思うので、ここはスキップしていきましょう。書いてある通りです。で、次エアタグと探す。エアタグおよび探すネットワークアクセサリーで電話番号の代わりにメールアドレスを追加する粉末紛失オプション、紛失モードのオプションを追加。そう、今までエアタグのレビュー動画で出したんですけども、落とした人のエアタグを iPhone にかざすと電話番号っていうのを表示させるようにできたんですけども、それをねメールアドレスに変えられるオプションが追加されたっぽいです。で、 NFC 対応デバイスでタップするとエアタグが所有者の電話番号の一部を隠して表示。なんかこれよくわかんない。ちょっとね、アップデートした後試したいと思います。次、アクセシビリティ。音声コントロールのユーザーは再起動後の初回ロック解除時に音声のみを使用して iPhone のロックを解除可能。音声コントロールでロック解除っていうのが今まで機能あったんですけども、 iPhone をね再起動した時、初回ロック解除時っていうのは、まあ、Face ID とかもそうなんですけども、そういうの全く使えなくてパスコードを入力しないといけなかったんですよね。なんですけども、音声コントロールでも iPhone のロックが最初から解除可能になったという感じです。これも試したいと思います。次は Apple Watch で iPhone をロック使用した後に Apple Watch でロック解除が動作しない場合がある問題。あ、これはあれだ、Apple Watch でマスクを使っても Face ID ロック解除できるようにできるんですけども、マスクしてれば誰でもロック解除できるようになるので、 Apple Watch でねロック解除された時に通知が来て、他の人だったら iPhone をロックっていうのを押せば、まあ、ロックできたんですけども、2回目が反応しなくなるとか、そういうことなのかな。そのバグが治ったらしいです。続いて、リマインダーが空白行として表示される場合がある問題。これはなかったな。設定で着信拒否の機能拡張が表示されないことがある問題。これもなかったですね。Bluetooth デバイスで通話中に切断されたり別のデバイスにオーディオが送信されることがあった問題。これ結構深刻だな。まあ、あった人は改善されましたよと。で、次、iPhone の起動時にパフォーマンスが低下する場合がある問題。まあ、これはあれかな？ iPhone 再起動した後にすぐ iPhone をいじるとちょっとカクついてたとか、そういったことだと思います。それが治りました。まあ、今回に関してはほとんどアップデート内容ないですね。バグ修正っていった感じかと思います。ということでアップデートしていきましょう。はい、アップデート方法に関しては設定を押して、この中の一般でソフトウェアアップデートをタップして、ダウンロードしてインストールをタップしましょう。 Wi-Fi につないでるのと、あと電池が 50% 以上だったかなの条件が必要なので、それクリアしてください。そしたらこれをタップしてパスコードを入れます。はい、そしたらあとはダウンロードして勝手にインストールされるっていった感じですね。じゃあ待っていきます。の前にちょっとウーバー届いたんで、こちら食べます。海鮮丼。今ウーバーイーツキャンペーンやってて、初回注文でね1800円引きのクーポン、まあ、概要欄に貼っとくんで、ぜひ使ってみてください。おいしい。そしたら iPhone アップデート終わったので、 Apple Watch のロック解除やっていきたいと思います。はい、こうやってマスクして Apple Watch つけてロック解除します。マスクつけて、そうするとこんな感じでね、ロック解除されましたと出るので、これでロックを押します。そうするとこっちがロックされます。これでもう一回やろうとするとパスコード入力になる。これ前と同じだな。なんか何が変わったのかよくわかんないですね。まあバグ修正っていった感じなので、もしかしたらね今までうまくいかなかった方もいるのかなと思います。はい、続いて音声コントロールなんですけども、これはね今後また動画化したいと思います。はい、こちらの紛失モード有効をして、電話番号を入力しかなかったんですけども、このメールアドレスを使用っていうのが追加されてます。設定してみました。そしたらエアタグをこすりつけます。開く。はい、こんな感じでねメールアドレスを追加するようにできるようになりました。まあ、電話番号を知られたくない方とかはこっちの方がいいかなと思います。ということでアップデート内容を解説してみました。まあ、今回のアップデートに関してはねマイナーアップデートなので、まあ、急いでやることはないかなと思います。 iOS14.6 の解説でした。バイ。